効果原稿カードロー。はい、皆さん、今回の動画で久しぶりにガルプラの話なんですけど、もちろん私はなんか1話を見てから時間がなくて、このガルプラを見てはないんですよ。でも、皆さんのコメントとか DM の中で、ガルプラの中間投票の結果が出て、そこになんか日本人メンバーが1人もいません。だから韓国の反応はどうですかみたいな、そういうコメントがありまして、そこに対して私はちょっと調べてみましたね。から今日はそういうなんか韓国の状況を伝える動画になると思いますね。とにかくガルプラを今こう見たら、もう本当に少ないメンバーが残ってますね。もうほぼこの番組も終わってるから、オーディションが。だから13,358人、なるほどですね。そして日本人メンバーは4人残ってるですよね、今。ドナカシャナさんと江崎ひかるさんと坂本真綾さんと川口ゆりなさん、なるほどですね。はい、とにかく皆さん、韓国の反応を私が調べていましたけど、もちろんなんか私は韓国のガルプラのコミュニティとかいろいろ調べて、私がこれから話すことは、大体韓国ではこういう意見が多いですよってことです。全て全部がそうではないですよ。それはもちろん皆さん分かってますよね。たまに一部の方はちょっと誤解しますので、とにかくこれは私が調べてみた限り、こういう反応が多かったですよってことですよ、皆さん。とにかく、韓国の反応では、日本人が誰も、なんか一人もいなかったことに対して、すごくショックを受けたっていう反応ですよ、韓国の中でも。なぜなら、別にこのガルプラを見てる方々は、なんていうかな、韓国人メンバーだけがデビューしてほしいって思ってる方々は一人もいないと思いますよ、私が。コメントを見た限りでは。だから、このチームとしてうまくいくには、日本人メンバーは必ず必要っていう意見がめちゃくちゃ多かったですよね。そして、特にその中でも、特定メンバーは結構、必ず必要って、そのコメントでずっと出てたメンバーがいますけど、それは日本人メンバーでは坂本真綾さんと江崎ひかるさんが多かったですよ。この2人は必ず必要って、そういうコメントが多かったですよね、私が調べてみた限りは。だからもちろん私もなんか1話2話くらいしか見てないですけど、ひかるさんは本当にインパクトは強すぎて覚えてますよ、ルピンのステージとか。だからこの週間投票の結果に、このヒカルさんがいないのはさすがにどういうこと？って感じですよね。全然見てないよ、私からしても。そして、マシロさんも、本当に JYP 出身として、私も1話2話の時も見ましたけど、ビジュアルとか実力もあるのに、なんか、ないのは、それはショックですよね。そして、ユリナさんも、そしてなんかコメントの中でユリナさんに対しても結構好感を持ってる方々が多かった気がしますし、野中シャナさんもそうですけど、こう3人の中ではやっぱりバシロさんとヒカルさんのコメントが一番多かったですよ。そして中国人メンバーに対しては、私が前にも動画でしましたけど、韓国の中で中国に対してのイメージがあんまり良くないですので、そうですけど、その中でこの1人の方だけがすごく、この人は必ず必要っていう意見があったんですよ。それでこれを見て私は感じたのが、ガルプラを応援してる方々は国籍関係なく、本当に入れるべきのメンバーは必ずなんか入れるべきだと思ってるのが普通だなっていうのを分かりましたね。だから中国人メンバーではシャン・シャオティン、この方は必ず必要だと、そういうコメントがめちゃくちゃ多かったですよ。だから日本人メンバーは必ず2人は必要って感じのコメントが多かったですし、中国人メンバーはシャン・シャオティンだけが必要っていうコメントがめちゃくちゃ多かったですよ。もちろん他の方を応援してる方々がいらっしゃったら本当にすいませんが、そういうコメントが多かったってことですよね。鶴市さんは私は好きでしたけど、なんか韓国語の中では反応があんまり良くないらしいですよ。なぜか私は分かりませんが、多分歴史的にそういう発言とかがまた新しいですよね。だから韓国となんか中国といろいろ本当にうるさいですので、そういう感情をこの番組まで入れて、多分イメージが良くないらしいですよ。
そしてもまた何かがあったかもしれないですね、はい、とにかく。そして韓国のメンバーでは一人はすごく話題っていうか、ちょっとそうなってますけど、このヒュニンバイパーヒエ、この方ツモローバイツゲダのメンバーの妹ですよね。この方が結構話題になってますけど、なんかこの方はデビューするのちょっと難しくない、なんか入れちゃダメなんじゃないみたいな反応が結構あるんですよ。もちろん私は見てないですけど、私は1話の時この方のパフォーマンスを見ました。でも他の参加者に比べたら、その当時の実力は他の参加者よりはやっぱりちょっと、なんか初心者っぽい、そういうのがありましたので、その後からどう成長したのかは私は分かりませんが、実力的にはこの方より上手い方々がもっといらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、このオーディションで実力ある方々が選ばれますように私はそう応援してますね、はい、とにかくいろいろな理由で多分話題になってますよこの方が。とにかくこういう感じですし、とりあえず皆さんでは、せーの、レッツゴー、このコメントを一緒に見てみましょうか。この一番今さっきなんか上がった動画なんですけど、もうなんか低評価が本当に少ないですね、はい、とにかく上からちょっと読んでみたら、ほらこの方もマシロさんを応援してますね。マシロをデビューさせましょうみたいな、彼女のラストチャンスを無駄にしないようにって感じで、だから投票しましょうってことですね。マシロさん一番上のコメントはこれでしたね。そしてその下はシャンシャオティン、シャンシャオティンとユリナ、あ、この方はシャンシャオティンとユリナさん、そしてその下はユジンさん、そしてこの方は日本人メンバーはユリナさんとマシロさんとヒカルさん、おー、そしてシャンシャオティン、ほらほらほら、この方が人気あるんですね。この方もマシロさん、そしてこの方もマシロさんとヒカルさん、韓国語のコメントをちょっと読んで、まあ、この方は多分日本の方だと思いますけど、マシロちゃんがどうなるか一番気になる、希望と絶望、そしていろいろな大変な時間を過ごしてきましたが、なんか薄くなった光がまた明るく光りますようにみたいな、マシロちゃんを応援してますよね。そしてこの方もマシロさん、この方ヒカルさんに投票しましょう、才能が溢れてますのでって感じで。そして韓国語のコメント、まあ、これも多分日本の方ですよね。マシロさん、マシロさんですね。プヤニンさんと、韓国語のコメントが、お、ここだ。ヒカルさんとタヨンさん、ヨムンさん、マシロ今までお疲れ様、もうすぐだよ明日ファイティングって感じで。この方はスヤンさん応援してますね。そしてこの方はマシロ、マシロは発声、この声の出し方から完全に韓国の発音、韓国で必ずデビューしてほしいな、天然性感じて。そしてこの方は日本の方ですよね、マシロさんを応援していますね。そして明日デビュー組が決まるなんて時間早いな、チェヒャン、マシロ、ヒカル、タイアン、必ずデビューしますように。この後も日本の方らしいですよね。真っ白の笑顔が見れて幸せ。本当に私、韓国の中の反応と、だから海外の反応と、日本の反応とそこまで変わらないのを見たら、皆さんもわかると思いますけど、これは国籍関係なく、本当に、見たら応援したくなる人って決まってるなっていう感じがあって、本当にチームのためにみんな、このガルプラ自体を応援してるなっていうのが伝わるんですよね。わかりますかね。この韓国のコメントでは、実力、顔、性格、すべてが完璧なマシロに投票をお願いしますって。韓国のコメントで今まで見てきた韓国のコメントでほとんど日本語、日本人メンバーがいましたね。マシロちゃん必ずデビューしよう。ここもユリナ光るマシロですよね皆さん。そしてボラ、チェヤン、タヤン、シャンシャオティン、チェユジン、カンエソ。ほらほらほら皆さん、韓国語のコメントでシャンシャオティン、ユリナ、ヒカル、マシロですよね。
また韓国語のコメントが、この方、ソジャンさん。션샤오팅김채영강에서최유진유리나마시로히카르김다연김보라김채영그리고채영채영삼오위됐네채영삼この方は多分日本の方ですよね韓国語がヒカルは最高です私は彼女のダンスと彼女のラップが本当に好きですヒカルに投票してくださいってこういう感じでだから日本のファンの方々もこう頑張ってこう投票してくださいっていう応援してるのを見たら本当にもうこれって感動じゃないですかそしてこれを見て多分海外の方々も日本人メンバーに投票する方々は結構増えると思いますので皆さんもぜひ頑張ってくださいここにもヒカル、マシロ、ユリナそしてシャンシャオティンこういう感じですね皆さんこれが本当に韓国の反応ですよほとんど皆さんとにかく私が用意した動画はここまでですけど皆さんがもしかしてなんかガルプランに対しての韓国の状況とかいろいろ知りたいことがあれば皆さんがコメントとかそれともインスタの DM で送ってくださったら私がそれがもしかして動画にすることができたら調べてみて動画にしたいと思いますのでぜひよろしくお願いしますってことでしょうか